こんにちは、大沢邦永です。今さら聞けない分かりやすい解剖学、体の仕組みを理解することで説得力がぐんぐんアップします。はい、ということで今日は、五十肩なんですけども、よく私の解剖の授業とか、実技とかで、先生、五十肩と四十肩の違いって何ですかとか、五十肩って何ですかっていうようなことをね、聞かれる質問があるので、ちょっと整理をしてみたいかなと思います。で、前提なんですけど、そもそも五十肩四十肩というのは医学専門用語、つまり病名ではないということですね。はい、でこれは一般的に、日常会話の中で使われている、いわゆる、俗称とでも言いましょうか、使われる言葉ということになります。例えて言うならば、肩こりとかぎっくり腰なんていうところも、五十肩と同じような仲間になってきます。はい、医学専門用語、病名ではないんですよというところですね。で、じゃあ医学的には、どういう状態のことを言うかというと、これが肩関節構成体の椎構成変性を基盤として発症し、肩関節の疼痛と運動障害を主張とする疾患群というような定義になってきます。ちょっと何だかっていうのは、ゆっくり砕いて見てみると、ざっくり言うと、椎構成変性の変性ですね。なので、特にこれポイントなのは、特に原因がはっきりしていないが、加齢に伴って年齢を重ねてですね、伴って肩の中で組織の変性ですね、変化が起きてしまって、それによって痛みと運動制限が来たす症状たちということを言っています。はい、でもっとざっくりと言ってくると、それが体の変老化、加齢によってそれが起こりやすい、変化が起こりやすいのが 4,50 代に多くて、その時に肩が痛いであるとか運動が動かしにくいっていう場合には、一般的には五十肩と呼んでいますよということになりますと。はい、で、病名で言うと、じゃあ五十肩って病院行ったりするけど何っていうと、 病名で言うと肩関節周囲炎というふうに呼ばれています。で、名前のそのまま通りなんですけども、肩関節周囲なので、肩の関節の周りですね、具体的には、この骨とか軟骨、靭帯とか腱もそうですけども、これらが老化をしていった時に、組織によって痛みが起きてくるというのね、そこで痛みの原因が炎症が起きてというふうになります。だから肩関節周囲の炎症が起きて痛い、動かない、肩関節周囲炎というふうになってくると。はい、で、そこの組織で、痛むのは、じゃあどういうところというのを解剖的にもうちょっと見ていくと、あるのが、一番多いと言われているのは関節包ですね。関節包というのは、ご存知の通り、関節には中に液体が入っているか漏れないように袋で包んであるような状態ですね。どの関節もみんな体中あるんですけど、そこの関節包ですね、でここでの炎症と言われますし、あとは活液法というので、この動き自体を良くするために袋がここに入ってたり、ここにあったりするんですね。でこういうふうに滑るというのね、そこの炎症、活液法であったりとか、で、周囲の組織というところでは、こういう、腱とかのところでもね、力こぶの上腕二頭筋、長頭腱なんてところも炎症で、周囲で痛みなんてところも含まれることもあります。はい、でいうので、そこの組織のところでは多く起きやすい炎症ということで、肩関節周囲の炎症、肩関節周囲炎という名前なので、治療をというところが、保険適用で行われているというね、病態ということになってきます。はい、しっかりとね、そこのところを、鑑別というかな、してですね。で、4,50 代で言うならば、ポイントとしてはちょっとこれは話それるかもしれないんですけども、40代の人には40肩、50代の人には50肩でいいと思います。40代の人には50肩とは言わない方がいいかなと思います。これは気持ち的な部分で、40肩50肩は同じ意味です。でイコール肩関節周囲炎というふうになってきます。ということで今日もよし。